セガマスターシステム。セガマスターシステム。セガマスターシステムとは、セガエンタープライゼス。後のセガゲームスが発売した8ビットの家庭用ゲーム機である。形式番号は MK-2000。もともとは日本で発売されていたセガマーク3以下、マーク3、形式番号 SG-1000M3 の北米市場向け機種として、1986年に、 セガの米国法人セガオブアメリカが発売した家庭用ゲーム機デル。開発は日本のセガ本社とセガオブアメリカ共同で行われた。その後、欧州など世界中で販売展開され、日本でも逆輸入の形で1987年10月18日に米国版をベースに FM 音源や連射機能のうちなどさらなるマイナーチェンジを行い発売した。 アメリカと日本では、ライバル機である Nintendo、ファミリーコンピュータの市場を崩せなかった一方で、ヨーロッパやブラジルでは大きな成功を収めた。後継機である16ビットゲーム機、メガドライブの発売以降も、ヨーロッパとブラジルでは、ソニック・ザ・ヘッジホッグ2や、ストリーツ・オブ・レイジ2、サガイア、ウィンター・オリンピック94など、メガドライブ版と同じタイトルをリリースする。 ソフト供給が続いたほか、欧州でのみリリースされた US ゴールド社のや、ブラジルでのみリリースされたストリートファイター2、テドイ社、韓国でのみリリースされた将軍の息子、ダオ・インフォーシス社など、いくつかの特徴的なタイトルもあった。アメリカとヨーロッパでは1990年に筐体をコンパクトにし、ゲームソフトを一本内蔵。 リセットボタン及びマイカードスロットが削除されたセガマスターシステム2が発売された。ブラジルではカートリッジスロットを配してあらかじめ132タイトルのゲームを内蔵したマスターシステムエボリューションとコントローラー一体型で30タイトルのゲームを内蔵したマスターシステムポートティールポータブルがブラジルの代理店であるテドイによって2011年時点でも販売されている。 2011年現在、一部のゲームが Wii のバーチャルコンソールで提供されている。1986年に米国で発売以降、1987年以降に日本を含む世界中で販売が開始され、主に欧州と南米で普及した。全世界累計販売台数はおよそ1、310万台。任天堂が 従来のファミリーコンピュータを新たに設計し直して、北米市場向けに電磁波対策を施した任天堂エンターテイメントシステム、n m e s を1985年に発売後、大成功を収めたのを受けて、セガもアメリカ市場へのマーク3投入を決断し、社内で開発コードが M4、マーク4と名付けられたプロジェクトをスタート。こうして誕生したのがマスターシステムである。なお、 米国においてはマスターシステムは周辺機器も含めたシステムの名称であり特に本体だけを指す場合はパワーベースと呼ばれる。米国版マスターシステムはマーク3に以下の小幅な改良を加えたものである。最大の違いはデザインの変更である。米国では光線銃と対応ソフトが本体と同梱されたセット等も発売された。日本では 光線銃用ソフトは発売されなかった。ちなみに、光線銃の形状は日本でサバイバルゲーム用玩具として発売された超高速光線銃ジリオンと同じである。カートリッジ端子に変更が加えられ、日本のマーク3ソフトが使用できないようになった。ただし、カートリッジの各ピンの出力そのものは同じなので、日本のマーク3用ソフトを使用するための非公式の アダプタも存在した。また、逆に、米国向けのカートリッジを、日本版マスターシステムで使用するためのアダプタもあった。なお、対応ソフトは発売されていないが、内部的には、SG-1000、SC-3000 互換モードも持っている。発売は、セガの米国法人である、セガオブアメリカ、ソアによって行われた。なお、ソフトを挿さずに電源を入れ、 警告メッセージ表示中に隠しコマンドを入れると、メ路ゲームがプレイできる裏技が存在する。日本版には存在しない。後期バージョンではあらかじめソフトが内蔵されており、ソフトを刺さずに電源を入れると内蔵ソフトが起動するようになっている。米国市場に投入された後、米国版をベースに、テレビ企画を NTSC からパルやシコムにするなどしたマスターシステムが、 欧州で展開された。欧州では、US ゴールド社などのセカンドパーティーからソフトがリリースされる後押しもあり、任天堂のネスト捕獲のシェアを獲得し、成功を収めた。欧州での成功後、1989年には、テレビ企画をパル M にして、南米、ブラジルでも展開された。米国版、欧州版、ブラジル版のマスターシステムは、 各国のテレビ企画への対応のために、本体の動作クロックが若干異なる以外は基本的に同一である。また、映像信号の操作線数の違いにより、アスペクト比が変わり、上下が潰れて若干横に間延びした表示となる。マーク3が販売されていた頃、日本でマーク3の記事を扱うゲーム誌は数値しか存在しなかった。その中で、 最も記事量が多かったビープ4ソフトバンク館上で当時マーク3で発売を望む周辺機器という読者アンケートが繰り返し行われていたそこでは常に FM 音源ユニットの発売が圧倒的な得票を得ていたまたそのアンケートでは連写機能ユニットも常に上位に入っていたこうしたユーザーの声にセガが答える形で マーク3の外付け FM 音源である FM サウンドユニット発売や連射機能ユニットラピッドファイアユニットの発売に至る。これと同時にこれらオプションの FM 音源や連射機能を内蔵したマーク3マイナーチェンジ版の発売がセガ社内にて計画された。セガは海外展開を行っていたマスターシステムをベースに新たに設計し直すこととし、 セガ社内で開発コードが M4J マーク4ジャパンと名付けられたプロジェクトをスタートさせた。こうして誕生したのが日本版のマスターシステムである。日本版マスターシステムは米国版マスターシステムをベースにさらに以下の変更を加えたものである。ソフトを刺さずに電源を入れるとカートリッジ未挿入の警告メッセージとスペースハリアーの ステージイメージ映像とともに FM 音源のデモも兼ねて同ゲームのメインテーマが奏でられた。ちなみにここで流れる曲がマスターシステムで FM 音源と PSG を同時に音声出力させている唯一のサウンドである。通常のゲームカートリッジでは M3 で FM 音源ユニットから FM 音源を流かすと PSG にノイズが入る制約があるため FM 音源と PSG は同時に使用されない。連射機能が標準搭載されているゲーム機はマスターシステムが初めてである。コントローラーに連射機能を持たせるのではなく、本体に連射機能、設定用ボタンを実装しているため、本機主要のコントローラーであれば、種類を問わず同様の連射機能が付加される。マスターシステムに付属しているコントローラーの大きさは、 ファミコンのコントローラより若干小さめ、操作キーは四角に近い形に真ん中にくぼみの形状がついているマーク3版ジョイパッドに四段差をつけた形状になっている。中央にあるカバーを取って小さいスティックを刺すとちょっとしたジョイスティックになる。操作した感じはマーク3版ジョイパッドより若干良くなっている。二つのボタンの方は マーク3版のジョイパッドと同じ感じで連打しやすくなっている。今までの機種のコントローラーにはボタンの表示がなくゲームユーザーを困惑させてきたが本機種のコントローラーには明記されており2つのボタンの左側は1、スタート右側は2と明記されている。日本版マスターシステムのハード性能はマーク3に FM サウンドユニット、ラピッドファイアユニット3、 D アダプタをすべて装備した状態とほぼ同一である。SG-1000 互換の拡張端子が削除され、SG-1000 シリーズ用オプションである、外付けキーボード、SK-1100 を必要とする、ベーシック等のソフトが使用できなくなった。それ以外の対応ソフトウェアは100%の互換性がある。ジョイボート七番ピンの扱いは、海外版マスターシステムと同じため、 この機種においても、光線銃の使用が可能である日本国内での光線銃と対応ソフトの市販は正式にはされていない。韓国ではもともと、OX というメーカーが日本版 M3 を輸入販売していた。その後、マスターシステムに切り替わり、ガンボイという名称で販売していたが、1989年にサムスン電子がライセンスを取得し、 サムスンガンボイの名で販売されるようになった。韓国版は日本版マスターシステムがベースとなっており、ラピットボタンや 3D グラス端子も搭載している。また、カートリッジ端子も日本版と同じ形状である。ただし、FM 音源は搭載されていない。添付されているコントローラは韓国版オリジナルのものになっている。BIOS は日本版と同じなので、 カートリッジ未挿入時の文章は日本語だが FM 音源がないため BGM は PSG 音源部分のみが流れる。マスターシステム2に相当するサムスンガンボイ2も発売された。ヨーロッパやブラジルなどで発売されたマスターシステム2と同じ仕様ながらカートリッジ端子のみが初代ガンボイや日本版マスターシステムと同じ形状という独自の仕様となっている。ハングル版 アレックスキットのミラクルワールドを内蔵している。1992年頃、サムスン電子が、旧来のサムスンのロゴから国際的なサムスンのロゴに変更するのと、ほぼ同時期に、ガンボイがアラデンボイにメガドライブに相当するスーパーガンボイもスーパーアラデンボイに名称がそれぞれ変更された。ソフトウェアのパッケージの移動が激しく、 短期間の間に代理店の変更、ハードの名称変更、代理店のロゴ変更、国際版パッケージから韓国独自のパッケージへの変更などがあるため、コレクションする際に注意を要する。詳細は不明であるが、中国県向け仕様のマスターシステム2の存在が確認されている。本体裏に、セガエンタープライゼス、LTD とメイドインジャパンの表記があるが、 セガの正規品であるかは不明である。外箱の表記は、ヨカマスターシステム2である。中国県向けマスターシステム2は、添付されているマニュアルが、英語、中国語、艦隊アザ、反対アザ、日本語で書かれている。また、チャンネルの合わせ方として、NTSC とパルの両モデル用の説明機がある。マニュアル上では、パルモデルが、香港と台湾用モデルとされている。 本体には、アレックスキットのミラクルワールドが内蔵されている。中国、台湾モデル以外には、AC アダプタのコンバージョンプラグが付属される。また、香港では、ヨヨシミコ知能机の名称で、マスターシステムが販売された。ソフトウェアは、メーカー表記を削ったり、タイトル名を改変した、いわゆる海賊版ソフトウェアの存在が確認されている。 正規品のソフトウェアが存在するかは不明である。欧州及びブラジルではメガドライブ発売後もマスターシステムが長期にわたり弊害されていたため国内未発売のソフトが数多くリリースされた。以下に海外のみで発売された主なタイトルを挙げる。5. おさむき